皆さんこんにちは、日本すっぴん協会の佐々木です。今日は好きな方も多いと思うシートマスクをテーマにお話をしていきたいと思います。シートマスクといっても1個で30枚とか入っていて1000円ぐらいのものから、本当に1枚1500円とか2500円とかっていう高価格帯のものまでいろいろあると思うんですが、今回ちょっとアラサー世代が定期的に続けられる中価格帯というところで編集部がおすすめのマスクを選ばせていただきました。だいたい900円から2000円ぐらいの間で選んでいます。それぐらいのものを週 2,3 回とか使い続けることでお花悩みを解決していただければと思っているので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まず一つ目にご紹介するのがこちら、ミノアミノモイストルルール美白ミルクマスクです。こちらはご自身で敏感肌や乾燥肌を自覚しているけれど美白はしたいという方におすすめの1枚になっています。敏感肌や乾燥肌の方というのは外部刺激を受けやすい肌環境になっているため、シミリスクを抱えやすくなってしまいます。外部刺激によりターンオーバーのサイクルが乱れると肌の水分を抱え込む力が低下してしまうということがまず一つあり、あと敏感肌や乾燥肌の方って角質細胞が十分に成長しきれない状態にあるため、バリア機能が低下してしまったり、あと角層には本来あるべき保湿成分というものが不足してしまいがちになります。中でもお肌の水分を保持する機能がある天然保湿因子というものが不足してしまうと、お肌が硬くなったり、あとツヤ感を失ってしまったりします。こうしたバリア機能の低下によって紫外線などの外部刺激を受けやすい肌状態にあると、肌にメラニン色素が増えてターンオーバーが遅くなることで色素沈着が進んでしまうという肌状態になり、シミリスクを抱えやすくなってしまいます。こうしたバリア機能の低下によって紫外線などの外部刺激を肌が受けるとメラニン色素が増えてしまうということと、あと先ほどお話しした敏感肌乾燥肌の方っていうのはターンオーバーが遅れてしまうということがあるので、そうすると増えたメラニンがそのまま外に排出されずに定着してしまうということがあるため、シミリスクを抱えやすくなってしまいます。ミノンアミノモイストうるうる美白マスクというのはお肌をまず保湿をして、で肌荒れを防止するということと、それに加えて美白に有効な成分が入っているので、肌をこういい状態にしながらシミリスクというところをケアできるシートマスクになっています。さらにこちらのシートマスクは繊維刺激の少ないものを採用しているので、そういった点でも敏感肌や乾燥肌の方におすすめのマスクになっています。続いてご紹介するのはイスラエルのスキンケアブランドアハバから3月10日に発売されるこちら、オーシャングラムリフトワンシートマスククリアとリフトワンシートマスクディープモイストになります。オーシャングラムの製品はオスモーターという独自成分を共通配合しています。これはイスラエルの視界の一部のエリアから1年に1回しか取れない希少な独自成分となっています。こちらのクリアのタイプのマスクは古い角質を除去してターンオーバーを穏やかに促してくれることで、ごわついた肌をケアして透明感のあるクリアな肌に導いてくれるシートマスクになっています。こちらのディープモイストの方は肌がこう自ら潤す力というものを高めてくれる処方になっているので、乾燥が気になる方におすすめのシートマスクです。3つ目にご紹介するのはこちら、オルフェスアクアモイスチャーシートマスクフェアブラックです。オルフェスのシートマスクは肌悩みに合わせて全8種類の展開になっています。で1枚に 22mm から 27mm もの美容液成分がたっぷりと配合されています。透明感と毛穴ケアにフォーカスしたこのフェアブラックは17種類のアミノ酸と
あと4種類のカルチエキス、ビタミン C 誘導剤を配合しているのと、シートが見ていただくと真っ黒なんですが、竹炭を配合しているので、ブラックシートが肌に優しく密着して毛穴の汚れもオフしてくれるので、自然な潤いと透明感が手に入るシートマスクになっています。またシートマスクの形が日本人の顔の形に合うように設計されているので、すごく密着度が高くって、その使用感にやみつきになる方も多いのではと思います。4つ目にご紹介するのがこちら、チャンドアチャームオーガニックコットンマスクです。100% 自然成分から作られたオーガニックスキンケアアイテムを展開するチャンドアチャームから昨年の10月に発売されたばかりのアイテムになっています。こちらはなんと効能評価試験によって乾燥による小じわを目立たなくさせる効果が認められています。3つの成分のユニークなブレンドによるタイムフォルフェイトコンプレックスが贅沢に肌を潤わせてくれますし、あとナチュラルなハーブの香りが穏やかにリラックスを後押ししてくれる贅沢な一枚になっています。最後にご紹介するのがこちら、脱菜フェイシャルマスクです。こちらは今年の1月22日に発売されたばかりのアイテムでして、皆さんもご存知だと思うんですが、世界的にも人気の高い日本酒脱菜の朝日酒造が手掛けるマスクになっています。純米大吟醸脱菜の醸造過程で出される酒粕から抽出した独自成分を贅沢に配合しています。脱菜酒粕エキスには16種類もの天然アミノ酸が豊富に含まれているってことが分かっており、さらにマノコラーゲンやビタミン C 誘導体といった美肌に効果的な成分を贅沢に配合しているので、キメの整った透明感のあるお肌に導いてくれます。こちらのシートマスクの監修は美容家の山本美奈子さんが行っていて、山本さんご自身も米発酵液の力について、酒造で働く人の手肌が美しいことは有名な事実であり、お米を微生物の力で発酵させた米発酵液は日本が誇れるほどの高保湿成分とおっしゃっておりまして、保湿力もすごく期待できるシートマスクになっています。以上、5ブランドのシートマスクをご紹介させていただきました。私自身シートマスクすごく好きで、週に2回程度使っているのですが、やはりお肌の調子も全然変わりますし、あとそのシートの香りであったりとか、心地よさというところにもすごく癒されています。皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画で。